こんにちは、吉谷さん。本気で稼ぎたいんですと言って速稼塾の門を叩き、本気じゃなかったというね、そんな方がどのぐらいいたのかなと思います。まあ本気っていうのは一人一人違うんで、いや本当に本気だったんですよ、その時は。でも本気っていうのはその道からそれない、そしてコンプリートするまで自分はやり続ける、他のものをねやっぱり天秤にかけずに全て捨てていって、自分の目的だけに真摯に向かっていくことが本気ではないかなと思うんですよ。まあその中でね、私だけが本気だったというふうに誇るつもりはありませんけども、振り返ってみると私は、そういう意味では客観的には本気でやってきたんだろうなと思います。どちらかというと私はね、結構ね、生半可というか、楽しんでいった結果こうなったっていうことなんですけどね。新しいことを覚えるのは楽しかったし、新しいことをお知らせしたりね、それを覚えていただくのは楽しかったと思うんですよ。多くの人の関わりの中で稼げない人が稼げるようになっていくとか、それまで借金を抱えていた人が年収2000万3000万になっていく姿、それはとっても素晴らしいものでしたし、まあ30名以上の方がね、月収100万っていうのを私の元で達成していただいて、しかもこれ1年以上続いた方は私カウントしてますんで、まあまあ本気だった人はいるんだろうなと思います。ただね、運が悪くてしっかりやったのに結果が出ない人っていうのも私の目から見るといたんではないかなと思うんですよね。まあいずれにしても本気であるなら何度でも立ち上がってね、それこそ7回8回速稼塾は破門になってもまた食らいついてきて結局実績を残す、そういう風になっていくんではないかなと思うんですよね。さあそれではね、これはね、動画をご覧になっている方にちょっと聞いてみたいんですけども、あなたは何に本気だったですか？そしてその本気だった結果何を残せましたかっていうことなんですよ。自分なりにやったとか自分なりの結果だではなくて、客観的に誰でも分かるような明確な結果、これが本気である、まあ結果なのかなと思うんですけどもね。さあそれではね、私がね、一つささやかながら自分の人生で本気でやったからこうなったってことをちょっとお話したいと思います。まずこの動画 YouTube なんですけども、最初私はね、エブリオっていうすごく安いムービーがありました。もちろん画像も綺麗ではありません。まあ10年前ですからね。そういったものを適当に中古で1万2、3000円で買ってきて、動画を撮りながらね、YouTube っていうのをアップロードしました。で、編集ももちろんね、頑張ってやったんですけど、最初はド下手だったです。ですからシンプルに、私のやってた動画っていうのは、スマホで撮ってそのままアップロードが結構多かったです。その自撮り棒なんてのは最初はなかったです。1000円とか2000円で売ってる自撮り棒すら私は買わなかったっていうか、買えなかったんで、手でブレブレでやりながらとかね、どっかに置きながらとかね、どっかこういうものに挟みながらとかやってました。本当にスマホだけあればスタートできる、それを私もまあそういうふうにね体現したわけなんですけども、時が過ぎてね、しばらく経つと私はね、スマホも買い替えることができましたし、あと今これ撮ってるカメラね、これね、クールピックスの S6900 ってやつなんですけども、これをメルカリで1万2、3000円で買ってですね、それで今動画を撮ってるんですよ。もちろんスマホで撮るときもありますけども、私の設備投資としては、まあそんなもんなんですよ。1万とか2万を何回かやったってことだけなんですよ。まあですんで、あれがないとできない、これがないとできないってことはありません。ただね、カメラに向かって喋るだけです。場数をこなしたらね、喋りやすくなるってところはありますけども、それもあんまり変わんないですね。1回目でやった緊張感と、それから1回目でやったスキルと、ほとんど変わってないです。まあ何と言いますかね、上達したというよりも単に慣れただけっていう感じです。ですので回数を重ねれば上達はしなくても慣れるってことなんですよ。で現在ですね、本日なんですけども、私ね、生涯初と言ってもいいぐらい Vlog のカメラを買いました。これは相当悩みました。なんせ価格が10万超えなんですよ。それをね今回紹介したいと思います。まあ3ヶ月ほど前に出た最新型でソニーのこれです。ZV-1G ってやつですね。これ多くの YouTuber さんが多分上げてると思いますけど、ビデオブロガー用のカメラなんですよ。これがすごいらしいです。まず箱を開けるとこういう風になっていて、閉じちゃった。まずね、私ね、ジンバルセットを買ったんですよ。ジンバルってのは何かっていうと、こういう風に手で持つね、自撮り棒みたいなやつなんですけども、これね、線を繋がなくてもワイヤレスでここのボタンが操作できるんですよ。こうやって撮りながらね、これ後ほどやってみようかと思います。でこちらバッテリーセットがついてますね。バッテリーがね、バッテリー当たり前ですよね。でその他こうやって開けるとね、本体が入ってると思います。本体はこれだから、本体だけ買うと箱の大きさはこれだけなんですよ。で私はセットを買ったんで、こういうような感じでね、大きいですよね。でこういうのも今は
ちょっと10万円以上しましたんで、10万3000いくらかですね。まあ10万ぴっちりぐらいなんですけども、消費税がなかったら10万以下なんですけどね。こういうカメラが買えるようになりました。10年やっててやっとですよ。だって、速稼塾始めた頃こんなん出てなかったし、出ててもお金がなかったから買えなかったですから。今すごいですよね。こういったいいものが出てね。で、今度ね、これで撮ってみようかと思いますんで、次回から。まあ私もね、ちょっとね、これをワクワクしますよ。どのぐらいの大きさのカメラなんだろう。うわ、ちっちゃい。今のカメラと、同じですね、大きさは。太さはちょっとこっちの方が太いけど。これね。で、バリアングル液晶は変わらず。で、マイクが上にこれ、大きいでしょ。マイクがこれだけ大きいのがついてますから、多分音声、このね、クールピクスは中古なんで、音にノイズが入ってるの私承知の上でずっとやってたんですけども、今度からはノイズどころかね、風の音も入りません。すごくクリーンだと思います。まあ、このカメラむちゃくちゃいいんで、なんかね、感動の出来栄えだと思いますよ、次回から。ということでね、やり込んでいったらこうなるってことです。まあ私の一般公開動画が1万本くらいなんですけども、現在、1万本くらい動画をアップロードするとチャンネル登録が1万人になって、しかもこのカメラを買うこの原資は YouTube の広告収入です。ちなみに今月ね、私広告収入が10万円に行きそうなんですよ。久しぶりに。もう今の時点でね、もう7万円ぐらいですからね。で、どんどん再生数伸びてるんですよ、今。チャンネル登録者数も、ここ何日かでね、やっぱり1000人ぐらい増えてますんで、なかなか、嬉しいなというところでございます。皆さんのおかげです。皆さんのおかげでこのカメラ買いましたんで、多分もうちょっとね、いい感じで皆さんに映像をお届けできるんではないかなと思います。今回がこのクールピクスで撮影する動画、多分最後だと思います。次回はね、すごく映りがいいと思いますよ。それではお楽しみに。いってらっしゃい。